まこなこです。シーズンバスのオリジナルミッションエキストラチャレンジ、こちらが2018年4月の11日に追加されたので、これをやっていきましょう。超難関ミッションに挑戦してくださいとのことです。また高難易度では新たな武器が入手可能です。ですがプレイは初見ハードということで、今までと同じねプレイをやってきます。これは1回クリアしてからはもうやってなかったので、特に難易度上げてプレイするとかね。なので果たして以前の状態のままこれでクリアできるかどうか、やっていこうかと思います。ちょっと設定とかも含めてやってから進めていきましょう。では武器や補助装備はこのような感じでやっていきます。早速どういう感じになるか、対侵略生物やっていきましょう。あれ、またちょっと待ってね、規定に多くの侵略生物が、これ地面潜るってことはないよね、多分大丈夫だと思いたい。ではハード、初見ハードノーマル版を、ノーマル版というか普通のねシナリオをクリアした後のデータそのまま使って初見ハードでやってきます。さてゲームのプレイ方法を少し忘れたかな、ちょっと思い出しながら。あーよし、思い出した、本当かって感じだけど、ちょっと待ってね、なんかいきなり敵ががっつりやってくる。で特段音声がないね、これなんかね、キャラクターが喋ってあーだこうだ言うのが、敵がやってきましたみたいな、そんな話が全く音声聞かれずという感じで、なんか寂しいものがこんなね盛り上げ役の人が全く出てこないっていうのは、だが問題なくはまあ今は倒してるけど、まあ、久しぶりだからかすごく緊張する。あとはいえあんま減ってないね。これリロード2秒ぐらいかかるんで、今は結構辛い。なんか後ろにいるね。あとはこの方向にいるはず。ん、どこだ。あーそっか、これボタンを押さないとロックオンいかないんだ。何もしなくてもロックオンいくかなと思ってボケーと見たけど、まさか忘れた。完全にね3ヶ月ぶりぐらいなんで。さてまた敵が出てきたような感じだけど、でこの ME4 エメロード、あともう一段階ぐらい攻撃力が上がりそうなんで、できればこのダウンロードコンテンツ中にそれらが手に入ればいいなというのはね今の考え。ちょっとこれでいくよりかはもうアサルトで突っ込んだ方が早そうな気はする。でも安心というか安全考えてやっぱりアサルトでいこう。これアイテム回収範囲が広くなるもの持ってるんで、そして敵の攻撃力もそこまでは強くないですよね。さすがに最終決戦を切り抜けてきたレンジャーだけに、ここら辺は問題なく倒せていく。まだ慌てるような時間じゃない。あとはこれ倒して、あともう一体。あーでも武器ボックスが全く見れないな。なんかアーマーは、あそんなことないか、これリロードどうやって、リロードのやり方忘れた。
あれ自動リロードってどうやって、あーそっかそっか、三角ボタンか。さすがに3ヶ月ぶりとなると操作方法もね全然覚えられてなかった。武器ボックスだけ拾ってきましょう。これはこのハードでどれぐらいのね武器が手に入るのか、少しでも強い武器が手に入ればいいんだけど、高難易度じゃないと新しい武器は手に入らないみたいな話があったので、ちょっとそれ残念ですよね。これは赤いのも来てるぞ。硬い、くわ危ない危ない、うん、それにしてもこれ淡々としたなんだろう、声優代消したかみたいなね、そんな感じの展開。まあ、長々喋られるよりかはねいいっちゃいいんだけど、他の隊員も出てきてないんですからね、グリムリーパーだなんだと。こんなところか。それでもここら辺を倒して、これは比較的そばでは攻撃力が高くなく、遠くても威力は落ちないというそういう武器。ちょっと待ってね、これなんかたくさん出てくるけど、まあ、倒せないわけじゃないからいいんだけど、数多いね、なんか数だけ盛りましたみたいな、そんなミッションになってる。うん、数多いね。なんか自分がねこの音声の音楽の音量をね、音声の音量を下げたかのような、そんな静かな展開。こうして見るとやはり声って重要なんだなってことが分かりますよね。あんまりダラダラと喋られるとテンポ悪くなるけど、かといって全くないとなるとね、それはそれで寂しい。ちょっと遠くに運ばれた。うん、厄介だな。一旦どこかの方向に抜けたいんだけれども、さて逃げてないぞ。掴まれて遠くに運ばれるパターンが続いてる。引っかかってるか、これ引っかかってるな。ちょっと待って、なんか今赤いのはでかいアリか。この方向に弾を撃ちながらと思ったけど、これあれだな、貫通系の武器持ってくるべきだったか。うわー見えてない見えてない。そしてリロードが微妙に遅いのがたまに傷。できればもうちょっと近寄りたいけれども、あー引っかかってる引っかかってる。うん、倒した倒した。もう一体いる？あ、違うな、あれはもう倒れた後か。どうだろう、これで終わるのかな、それともまだまだ来るのか。
今のうちに武器ボックスだけでも取ってきたいね。あーでも一服かなこれで。よしこれ倒して向こうも倒して、いやー久しぶりの地球防衛軍やっぱ楽しいですね、この気楽にできる感じが。そして武器アッパー性能、これどこら辺のレベル、20とかその辺りか。でもこの調子だったら ME4 のさらに性能アップが手に入りそうな気がする。まあ強さというかこのシナリオの強さはこれぐらいなんでしょう。というわけでこのダウンロードコンテンツも引き続きやっていきますので、よろしければチャンネル登録とまた高評価お願いいたします。どんどん続き上げていきますので、ぜひそちらもご覧ください。